本橋人形町、昼下がりのオフィス街は多くの人でにぎわいます。居酒屋ガパオ丸、風に揺れる提灯がトレードマークの居酒屋さんです。店先に立つメニューボードにはお手頃価格のアジア料理が並んでいます。地下に続く階段を降り、のれんをくぐると落ち着いた雰囲気が広がっています。中央にはコの字型のミドルカウンター、木のテーブルとレンガの石杖に形作られ、シックな佇まいです。カウンターの先にはテーブル席があり、奥には半個室も。ほのかな明かりを放つのはパイプランプ。店内には店員さんの明るい声が響きます。厨房では店長自ら中華鍋を振るいます。高温で一気に素揚げされた鶏肉が野菜、香辛料と炒められます。出来上がりはカラッとしており、スパイシーな香りが辺り一面に漂います。名物のガパオライスはオイスターソースとみりんで、日本人向けにアレンジされた一品。とても大きな生春巻きには酸味の効いたソースが調和しています。さらには五香粉を使った台湾の丼、ルーローハンもあります。他にも様々なお料理があり、こだわりのタイ産ワインと合わせていただくとアジアンな空気を満喫できます。テイクアウトも行っているため、お外でゆっくりと食べたい方にもおすすめです。タイ語ではガパオライスはガイパッドガパオラートカオと言います。ガパオとはハーブの一種であり、日本語ではカミメボウキ、英語ではホーリーバジル、ヒンディー語ではトゥルシーと呼ばれております。日本で一般的に見られるバジルと比べると、ピリッとした味わいとミントに近い爽やかな香りがするのが特徴です。トゥルシーとは比類なきものという意味であり、ヒンドゥー教においては神の化身として崇められております。また薬草としても使われており、人々の生活に欠かせない存在です。コロナウイルスで、まあ、世の中が、まあ、こういろいろ元気がなくなってるような、ところで、飲食業で人に喜んでもらいたいな、人の役に立ちたいなと、思ったのがきっかけです。仕入れや、仕込み、あとは、料理をこう作る工程で、誰でもこう再現性高く、料理が作れるようなオペレーション組だったり、そういったことを、開業前の設計で非常に大切にしました。アジアン赤ちょうちんというコンセプトなので、どっちがどっちなんだろうというような、非常にまあちょっと曖昧なところはあるんですけれども、まあ、まさにそれが、その混沌とした感じがアジアなんじゃないかなと思っておりまして、まあ、こう居酒屋の雰囲気で、楽しく賑やかに、そして、馴染みある名前の、お料理を注文していただいて、食べた時に少しこうアジアンエスニックを感じていただく、そんなような空間ですね。
もうこれはズバリ安さ価格です。はい、もう皆さんの、まあ、役に立てるお店として、あのランチが終わっても閉めずに通し営業をしてますし、お茶の一杯でもビールの一杯でも、お料理一品だけでもお気軽に、来ていただけると嬉しいです。美味しいお料理をお手頃価格で楽しめる居酒屋ガパオマル、ぜひ一度いらしてみてはいかがでしょうか。